皆さんこんにちは、中村香織です。今年調理中を、何のテーマにしようかなと思ってたんですけど、ちょっとほどほど今までのその調理中シリーズでやることを、まあ、大体やっちゃったので、あんまりネタがないなっていうところもあるんですけど、ちょっと最初少しちょっと喋ろうかなと思っていて、今年やっぱりいろいろ考えた、まあ身の回りにもいろんな人がいて、まあその人たちを見てて、うーんって思ったこととかで、ちょっとこれは調理中を作るときに喋った方がいいなと思ったことが一つあって、まあそのまあプロの人はいいんですよね、音大生の人とかプロの人はまあ別として、そのアマチュアの人がそのなんでそのコンクールをまあ受けるのか、何の目的で受けて何のために受けてて、まあやってるのかっていう、私の周りにはまあそういう人がいっぱいいらっしゃるので、でまあそっとそれに関してまあ思っていることがあって、それをちょっと今言葉にしてみようかなと思ってるんですけど、まあとにかく今アマチュアの人たちはすごい、そのまま大学行かなかね、普通一般大学行かなかったら多分音大に行けてただろうなと思うような人がまあうようよいて、まあそれは日本だけではなくて、海外のコンクールとかも受けに行くと、まあ海外なんかダブルスクールが可能なので、まあ例えば物理学やりながら音大行ってるとか、まあなんとか医科大学に行きながら音大に行ってるとかいう人がまあ山ほどいて、まあそういう2つサブスペシャリティを持ってる人っていうのはめちゃめちゃいっぱいいるんですよね。なので日本はダブルスクールは認められてないけれども、まあそういう人は結構いっぱいいて、まあなんだろう、天が二物を与えてる人っていうのは世界中にゴロゴロいるんですよね。だからそういう人たちの、まあ、いっぱいいる中で、まあコンクール同じ土俵で受けるっていうことになると、当然落ちた滑ったっていうようなこととか、まあ通った通らないっていうこともまあ起こるわけなんですよね。でそうなった時に、その自分は一体何のために弾いてて、まあ、何のためにそのコンクールを受けたのかっていうのが分からなくなっちゃって、まあやや話が病んじゃう人が結構いるんですよね。私の周りにも病んじゃってるなこの人はなとか思う人が結構いて、まあせっかくその人の音楽性とかやってることが結構私から見てたらいい音楽やってるのになと思うのに、やっぱり病んじゃうってやめちゃうとか、もっと最悪なのはもう本業の方まで病んじゃってなんか休職になっちゃうとか、それはちょっとやっぱどうなのかなって思うことがあって、まあ通らなかった時にその病んじゃうとこまでやっぱり行ってほしくないなっていうのをすごいいつも思ってます。でまあコンクールを受けるっていうのが、まあ、自分のそのにとって何なのか、何のために受けてるのかっていうところをまず考えてもらった方がいいと思うんですよね。例えば自分が練習するのに、まあほっといたらいつまでたっても仕上がらないから、まあ、受けて人前に出してみるっていうことで、まあ、合否は別にして目標として、ステージの目標として受けようって、まあこれが一番多分自然っていうか、まあ、ナチュラルな目標だと思うんですけど、アマチュアの人にとってはお家で一人で練習しててもいつまでも仕上がらないから、まあ、コンクールでも出してみるかっていうのが多分一番いいと思うんですよね。だからそれがまあ、一番自然なあり方なんだけれども、中にはなんかそのなんだろうな、なんか子供の頃にこう誰かと比べられて嫌な思いをしたとか、まあ先生とか親とか比べられて嫌な思いをした自分っていうのを、どっかでその病んでる、子供の時の病んでるのをなんかこう抱えたまま大きくなって、こう負けたくない、誰かに認めてほしいみたいなのをこう内包させたままコンクールに出ると、大体あんまりなんだろうな、ろくなことにならないかなと思うんですよね。すごいなんだろう、勝たなきゃ意味がないとか、完璧じゃないと意味がないとか、
大体そういう人そういうことを言ってるんですよね。SNS とか見るとそういうことを書いてる人がいっぱいいて、いや、それは違うでしょうって思うんだけど、結構そういうことを書いてる人が時々いる。ですごい、なんか残念かなっていう気持ちいっぱいになるんだけれど、でそういう人に限って落ちると、もうなんかすごいことになるんですよね。なんか SNS で見たことあるのが、まず落ちた。落ちた時にもらったこう表用紙を燃やしちゃう。ビリビリに破いてしまった。あと、なんだろう、なんだ、ゴミ箱に捨てたぐらいで済んでないのよね。なんか、燃やした、破いたっていうのは結構見てびっくりした。私も公表ひどいこと書かれてるのはいっぱいありますよ。なんかこんな弾き方不愉快だとか書かれてびっくりしたのとかありますけど、でも私結構そういうのもすごいひどいこと書かれて、しかも一行コメントみたいなね、あんたの演奏は不愉快ですみたいな書かれたのとかも結構大事に私は取ってるんですよね。なんか笑いのネタとして面白いかなとか思って結構取っといちゃう人なんだけど、なんかそういうのもらっちゃうと燃やしちゃうとか破いちゃうとかいう人いて、それ結構びっくりするんですよね。なんか、なんだろう、そこまでこうドロドロしたものがなんかこう引くのに伴っているのは何なんだろうなと思うし、あとなんか泣いて帰るとか、あとなんか落ちた後に SNS やめるとか、これ何だろうなと思うんですよね。なんかそういう、なんかそんなことのだったら受けなきゃいいじゃんとかって思っちゃうんですよね、私からすると。なので、まあちょっとそういう、なんだろうな、なんか完璧で通らないと意味がないっていうふうに思って受けるのは、まずやめた方がいいかなってすごい思っています。きっとね、うまくならない、絶対それは。そういうなんか、心が入ってると多分ね、うまくならない気がする。なんかもっと、なんだろうな、冷静な方がいいんじゃないかなとか思ったりするんですよね。音楽向かう時に。で、それで、まずその結果をすごい気にする人は、まず私は受けない方がいいかなと思うんですよね。1位取らないと気が済まないって人は、まあ、プロのコンクールだったらね、それはピアニストになって売れなきゃいけないっていうのがあるから1位取らなきゃっていうのはあるかもしれないけど、アマチュアの人は1位取ったって明日また仕事ですから、会社に行くんですよ、それで。なんで関係ないんで、もう1位取ったって別に同じですよ、1位だって2位だって3位だって変わんないですよ、全然。だからもうそんなことは考えずに、なんかもっと、なんだろう、普遍的なもののために自分は弾いてるんだって思わないと、なんかそれは違うなっていうのは思うんですよね。でもしどうしてもその結果にこだわるんだったら、やっぱりちゃんと、なんだろう、対策を立てて受ければいいのかなって思うんですよ。もし私はどうしても受けて、もうやっぱり落ちたら嫌だっていうふうに自分の性格から考えると、どうしても落ちたら嫌だって思うんだったら、やっぱり対策を考えて受けた方がいいと思うんですよね。好きな曲を弾くっていうだけじゃなくて、対策を考えた方がいい。で、まず、やっぱ選曲がダメな人は、もう、コンクールはね、特にアマチュアのコンクール、時間短いですから、長いやつ、まあ、大阪国際とかの POA とかだと30分とか弾かせてもらえるけど、まあ、そうじゃないと、大体まあ、日本のやつって10分とか、まあ、長くて15分ぐらいとかなので、もうそういうのだと、やっぱり選曲が、やっぱり、ダメだと、まあ、そこで8割ぐらい結構決まっちゃうんですよね。もう一発勝負で手が温まってないのに、いきなりガンって弾かなきゃいけないやつを弾けるんだったら、いや、ね、ラフマニノフの エチュードタブロとか、スクリアービンのエチュードとかね、もうそんなの手温まってないんで、できて一発目に弾けるんだったら、特急いけるよ、それだったらもう。だからそれ選曲でなんかこう受けようっていうのは、まずそもそもちょっともうやっぱり無理があるのかなと思うんですよね。なので、まずやっぱり自分のだから緊張して体が固まって弾ける程度が6割とか7割に落ちてもできるぐらいの曲で、予選は特に
予選で落ちたくない、まあファイナルはもう別に落ちても1位じゃなくてもいいけど、予選は絶対通りたいと思うんだったら、そういう曲でまず出さないっていうことが、まあ大事かなと思います。で、だから選曲でまず決まってるのと、あとそのコンクールの審査員の先生と自分の演奏のコンセプトがずれてる場合も、これまず通らないと思います。まあコンクールによって違うと思うんですよね。例えばもう近現代弾けば結構音の読み方とか楽譜の読み方とか譜読みが雑くても、なんか無調でドカンバカンとかやると結構通っちゃう。まあ、どことは言いませんけど、まあ、そういうコンクールもあるし、逆に言うとそういう選曲でドカンバカンとかやっても絶対通してもらえないコンクールもあるから、まあ、そのコンクールの先生たちのその、なんていうのかな、方向性とかそういうのが自分の音楽の作り方とずれているとやっぱりダメだと思うんですよね。なんか割と譜読みがやっぱ雑なのに、そういう譜読みが雑な人はちょっと微妙っていう風なコンクール受けたらもう通るわけがないし、で逆に近現代とかの無調のやつとかでバカンバカンでやってるのがバンバン通っていくところで、例えば、まあ、バロックとか古典とかみたいに、まあ、誰でも弾きそうな、まあ、曲を出しちゃえば、当然すごいクオリティで弾いても通らないっていうことはやっぱり起こるし、やっぱりだからそこを自由曲一曲でやらなきゃいけないっていう場合は、そこをちょっとやっぱり考えないとダメかなっていうのはありますね。で、あとはまあ3番目はその当日突発事故が起きたかどうかみたいな。はっきり言って3番目はね、どうにもならないです。もう突発事故を起こした時はもう消しゴムでは消せないから、もうそれは事故の程度によっては持ちます。もうそれは仕方がない。練習それだけして、まあ事故ったんだったらもうそれはしょうがないけど、1番目と2番目は申し込みを出す段階でもうやれることでしょう。だからそこをまずやっぱやってなくて、自分のなんていうのかな、コンセプトと審査員の方向性がずれたコンクールに、ちょっとやっぱり自分の力量を超えた曲をバコンで出しちゃえば、そりゃ落ちますよね、それとね。だからそれをやっといて、なんかね、公表用紙ビリビリするとか 燃やしちゃうとか、なんか落ち込んで泣いて帰っちゃうとか、 SNS やめるって宣言するとか、もう本当やめましょう。もうね、大人げないから、もうそれやめてくださいっていう感じですよね。周りも結構そういうの見るとはあって結構思って、だんだん人がやっぱり離れてっちゃうと思うんですよね。友達なくしちゃうと思うんで、やっぱそういうことしないようにした方がいいかなって私は思ってます。で、それで例えばなんですけど、まあ今からちょっと私一個自分の弾いてる曲で、まあその音楽のコンセプトがずれてるっていうのを、まあちょっとやってみたいなと思うんですけど、まず、フレーズを作るときに、まあちょっと無調の音楽は別として、調整がある音楽でフレーズを作るときって、まあ和声でいくとなんとかかんとか、サブドミナント続いて最後ドミナントで1になってトニカで終わるっていうのが、まあ大体普通のフレーズになってると思うんですけど、それをフレーズをこういうふうに作るときに、優先順位は何なのかっていうことだと思うんですよね。基本的には優先順位は、1番目はやっぱり、テンポも強弱もいじくらないで、和声の色目だけ変えて、フレーズを閉じるっていうのができれば一番、まあ、こうすごい高等技術なんですけど、でもプライオリティ一番は多分そこだと思うんですよね。和声の色を変えるだけで、強弱とかテンポは触らないっていうのがまず、プライオリティ一番で、それでもちょっとこのフレーズはもうちょっと大きく取りたいから、もうちょっとこう大きな音楽にしたいなと思うんだったら、和声の色変えプラスちょっと強弱デュナミックを変えるっていうのが2番目だと思うんですよね。で、デュナミックだけ変えて和声の色を変えてないっていうなると、プライオリティがひっくり返ってるってことになるから、多分先生によってはアウトっていうふうに判断する先生もいると思います。で、
今2個目までいったでしょ。和声の色変えが1番で、2番目が強弱、デュナミックを変える。で、3番目にそれでも足りない、やり足りない時に初めて、テンポを揺らすっていうのが最終手段として登場するんですよ。で、だけど結構アマチュアの人がやっちゃってるのは、和声は全然変えていない、で、テンポだけ変えてる人、もうね、これはやっちゃうと、まあ、歌いたいのはすごいわかるんだけど、結構テンポガラガラっていうやつのをしょっちゅう、これ最終手段なのに、しょっちゅうやってると、なんか楽譜通りじゃないって思われちゃったりとか、先生によってはなんかそんな揺らさなくてもいいのにって書かれます。で、でもなんかこう素人さん的にはね、こう素人っぽくこう聞く耳の人だと、こうテンポを揺らす、特にロマン派とかでテンポをわーって揺らすと、こうなんか歌心があるように見えるから、なんかあの人上手みたいに見えるんだけど、でも実はそうじゃなくって、それはやっぱ最終手段だから、なんかそのためみたいなのはあんまり使わない方がいいかなって思うことが私自身はすごい多いかなと思います。やるけど3番目ですよ、あくまでも3番目。さあ、ためるとか、そのテンポ揺らすのが多分プライオリティ1番には絶対来ないと思うんで、それはやっぱり和声の色変えるとか強弱デュナミックを変えるので、足りない時だけこの人が登場するっていうふうに考えておかないと、その順番がひっくり返ってる人は、ちょっと結構点引かれちゃったりするかなと思うんですよね。でもそれ直してない、自分の先生がもし直してなかったりとかすると、そのまま弾いちゃったりとかもするだろうし、まあちょっとこれ難しいかなって思うんですけど、順番としては多分そういうプライオリティ優先順位かなっていうふうに思います。で、今私自分の弾いてる曲しかちょっと今ないから、やってみますけど、これはですね、ヨハン・セバスチャン・バッハの、プレリュード・フーガ、アレグロ、BWV の、998っていう、まあ、曲の、プレリュードのラストのとこなんですけど、コーダのとこなんですけど、まあ分析するとね、ヨド5ドがいっぱい出てきて、途中で最後の最後で6度ギシュウシが出てきて、まあもう一回ヨド5ド振って終わるみたいな感じの、実はそういうふうに分析するとなってるんだけど、これを例えば私自分が さっきから何回も素通りでまあテンポだけ揺らすやり方やろうとしてるんだけど、すごいできないんだけど、ちょっと一回。テンポだけ、あと要するに和声はそのまま、強弱も変えないで、そのまま突っ走ったまま、テンポだけ、ためだけするっていうやっちゃいけないやつですね。ちょっと真似してみますけど。真似できないからね、全部ホルテで弾いたけどね、今。全部6度のギシュウシとかなぎ倒して、今素通りで、最後結構それもテンポを前倒して遅くしていくっていうか、一番最後だけで本当はいいはずなんだけど、だいぶ前からスローダウンさせるっていう、結構減点になるやつですね、これ。今ちょっとそれやってみたんだけど、こういうのやっちゃうと結構どんどん点がなくなっていって、一音も間違えてないんだけど、結構ね、なくなりますよね。もう一回やってみよう。ピアノでやるのきついな。ピアノっていうか、フォルテの音量じゃないとやれないね。私自分で色変えちゃう癖がついてるから、ちょっと自分本来の自分でやってみます。
こに習字があったか分かりましたかね。ここですね。これセーモールの音が一瞬入ってるんです。セーモールっていうか、まあ、S ドラの曲、これ変歩調調の曲なんですけど6度なので破綻調ニュアンスの和音がここに一瞬入るんだけど、ここでちょっとかげった感じでこう終始しきらない感じの感じがちょっとだけあればいいんだけど、できればここでテンポをあまり変えないで色だけ変えて、まあ、ちょっとだけディナミックはちょっとかげつけたいですけど、まあ、そのくらいで本当は行きたいんですよね。なので今みたいなところなぎ倒しちゃったりとか、まあ、するとちょっとなぎ倒した状態でテンポだけ変えたりとかするのはやっぱちょっと難しいのかなと思ったりとか、します。あとはアマチュアの人でよくやってるのはお尻がでっかいってやつかな。お尻がでっかいっていうのはね、イオンとイオンの次にある非和声音と和声音のところで、普通は、まあ、バルトークとかで記号がアクセントで無理やり逆向きに書いてあれば別だけど、そうじゃない場合は非和声音から解決音の時は、お尻をすぼめて終わるんですよね。終わるんだけど、それをただって やっちゃうと、お尻がでかくなるんですよね。どっかないかな。ここですね。ここカデンツ終始してないしフレーズの途中なんだけどっていくと、でお尻が当たっちゃってるので、こういうのも結構、それはどうなのっていうふうに言ってどんどん点がなくなっていったりとかしますよね。だからこういう細かいところとかをやっぱり読んで自分で直せるかどうかっていうのも結構大きいかな。音大生の人たちは普通にやってるんだけど、まあ、アマチュアの人とかだと直されないで大人になっちゃってるから結構こういうのただらーってやっちゃったりとかねちゃうんですよね。だからそういうのとかも難しい曲やる前にやっぱりちょっと気づいて自分で直せるようにした方がいいのかなと思ったりします。もう一回行ってみます。お尻わざと大きくした気持ち悪い。今みたいのにしない方がいいですね。今私お尻すぼめて弾いたけど、そういうのとかもカツンって当たったりとかいうのはちょっとみんな結構お尻大きいなとか思ってコンクールの時とか聞いてたりとかするのはあるかなと思います。だから難しい曲やらなくてもなんかこういう細かいとこの読みとかをもっと詰めればいろんなところでこう表現力がもうちょっと自然になるのかなと思ったりとかするので、あんまりぐちゃぐちゃの難しい曲選ばないでちょっと一回優しい曲にして、まあ、予選とかは丁寧に全部読むっていうのをしてみたらいいのかなって私は思ったりします。まあとにかく落ちてもいいじゃないですか。もうね、落ちてもいいとまた来年やればいいと思うんですよ。なので公表用紙を破くとか燃やすとか SNS をやめるとかそういうのちょっとやめましょうっていうのが今年の
私のちょっと思ったことでした。これで終わりにします。